岸優太くんの誕生日サプライズはまさかの寿司パーティー。ジグヒラからのサプライズお寿司一缶目のマグロが意味しすぎて嬉しすぎて前に出てきてガッツポーズする岸くん最高。岸優太さんの29歳の誕生日は多くのファンにとっても特別な一日でした。その理由は親しい仲間である平野翔さんと神宮寺優太さんが計画したサプライズ寿司パーティーでした。彼らの友情は まるで長年の絆がさらに強固になったように見え、ファンもその瞬間を共有できたことに感動を覚えました。このような特別な瞬間が SNS やファンコミュニティで語り継がれ、多くの人々がその出来事に心を動かされました。このエピソードを通じて、私たちは単なるアイドルの枠を超えた彼らの人間味あふれる関係性に目を向ける機会を得ました。この日の出来事は、ただの誕生日パーティーにとどまらず、 岸さんに対すする深い愛情を示すものとなりました高級寿司の出前という贅沢なサプライズは、平野さんと神宮寺さんがすべて自腹で用意したものであり、スタッフ全員の分まで用意していたという話がさらに感動を呼びました。これにより、岸さんだけでなく周囲の人々にも敬意と感謝の気持ちを示すという、2人の心配りが強調されました。これは単なるビジネスの関係を超え、家族のような温かさを感じさせる瞬間でした。 ファンがこのようなエピソードに感動する理由は、彼らが普段見せないプライベートな一面が垣間見えるからです。特に、アイドルという存在は往々にして、完璧さを求められることが多く、その裏側には疲労やプレッシャーがあることが暗黙の了解とされています。しかし、この日、彼らはただの仲間として、リラックスした状態で笑顔を見せ、寿司を頬張る姿が公開され、ファンはそれに共感し、 温かさを感じましたこうした自然なやり取りや表情が、ファンにとって何よりも嬉しい贈り物となり、彼らとの距離感を縮めることができたのです。このサプライズの背後には、彼らの強い絆と信頼関係があり、それはファンに対しても明確に示されていました。平野さんと神宮寺さんは、岸さんがどれだけ大切な存在であるかを、言葉だけでなく行動で示しました。 寿司パーティーというシンプルな企画でありながら、その裏にある友情や思いやりは計り知れないものがありました。特に、岸さんが一口目の寿司を食べた瞬間の喜びを爆発させ、ガッツポーズを見せたシーンは、まさにサプライズが成功したことを証明していました。その瞬間、ファンは彼の無邪気な笑顔に感動し、一緒に喜びを共有したのです。また、この寿司パーティーだけでなく、 岸さんがインスタライブで見せた姿もファンの心に深く刻まれました。初めてのインスタライブでの自然体なトークや、寿司を食べながらの無邪気な笑顔は、多くのファンにとって新鮮であり、彼の人柄がさらに愛される理由となりました。このライブ配信を通じて、岸さんの誠実さや温かさ、そしてファンに対する感謝の気持ちが感じられ、それがファンの心に響きました。特に、アイドルとしてのキャリアを築いてきた彼にとって、 29歳の誕生日は大きな節目でした。これまで数々の試練や挑戦を乗り越えてきた彼が、このような形で祝福され、愛されていることは、彼自身にとっても非常に感慨深いものだったに違いありません。ファンとの絆、そして仲間との強い友情が一体となり、この特別な日をさらに意義深いものにしたのです。しかし、このような幸せな瞬間の背後には、アイドルとしての苦労や、 日々の努力が隠されていることを忘れてはいけません。平野さん、神宮寺さん、そして岸さんは、常に多忙なスケジュールの中でプレッシャーに打ち勝ち、ファンの期待に依頼続けてきました。そのため、こうしたプライベートな瞬間が公開されることで、ファンは彼らがどれほどの努力を積み重ねてきたかを改めて感じることができました。特に、彼らが互いを支え合い、成長し続ける姿は、 ファンにとって励ましやインスピレーションとなっているのです。さらに、このエピソードが示すもう一つの重要な側面は、感謝の心です。平野さんと神宮寺さんが岸さんに対して示した愛情は、彼らが互いに感謝し合い、リスペクトし合う関係であることを象徴しています。そして、それは彼らが長い時間をかけて築いてきた絆の結果であり、決して一朝一夕で成り立ったものではありません。 この感謝の心こそが、彼らの成功の鍵であり、ファンにとっても見習うべき重要な価値観であると言えるでしょう。また、このような出来事を通じて、私たちは彼らの未来にも期待を抱くようになります。29歳という年齢は、アイドルとしてのキャリアにおいても重要な転機となることが多いです。これからの彼らがどのような道を進むのか、ファンは興味津々であり、さらなる活躍を期待しています。 特に、岸さんが今後どのような新たな挑戦に取り組むのか、その展開に注目が集まることでしょう。彼がこれまで築いてきたキャリアや、仲間たちとの絆を基盤に、さらなる成長を遂げることを多くのファンが願っています。その一方で、こうした祝福の場面は、私たちに、アイドルとは何か、という根本的な問いを投げかけます。アイドルという存在は、単にパフォーマンスを提供するだけではなく、 ファンとの双方向の関係性を築き、共に成長していく存在です。岸さん、平野さん、神宮寺さんの関係性を見ていると、彼らはただのエンターテイナーではなく、ファンにとって大切な仲間のような存在であることがわかります。彼らが日々見せる笑顔やパフォーマンス、そしてファンへの感謝の気持ちが、アイドルとしての本質を体現しているのです。このように、岸さんの誕生日パーティーというシンプルなイベントは、 実は多くのメッセージを含んでいます友情、感謝、そして成長といったテーマが彼らの行動やファンとの交流を通じて自然に表現されているのです。これが彼らが多くの人々に愛され続ける理由の一つであり、また彼ら自身がこれからも進化し続けるための大切な基盤となっているのです。岸さんの誕生日はただの記念日ではなく彼のこれまでの歩みと、 これれかららのの未来への希望が込められたた。日でしたそして、それを支えたのは、彼の仲間たちと、ファンとの強い絆でした。これからも彼らの活動を応援し続けることで、私たちはまた新たな感動や喜びを共有できることでしょう。そして、その感動が再び私たちに帰ってくることを期待しながら、彼らの成長を見守っていきたいと思います。岸優太さんの誕生日にまつわる出来事は、 彼だけでなく、彼を取り巻くすべての人々にとって特別なものでした。ファンにとってはもちろん、彼の仲間である平野翔さんと神宮寺勇太さんにとっても、これは友情や愛情を改めて確認し合う機会でした。彼らの友情は、ただ表面的なものではなく、深い信頼と長い時間をかけて築かれてきたものです。そして、このような一連の出来事が示すように、彼らは常にお互いをサポートし、 感謝の気持ちを忘れないのです。寿司パーティーというさりげないサプライズの裏には、実に計画的で思いやりに溢れた準備がありました。それは単にお祝いの形ではなく、岸さんへの尊敬と感謝、そして友情の証でもありました。寿司という選択自体も、彼の好みに合わせたものであり、仲間たちが彼の幸せを心から願っていることを象徴しています。このような細やかな気遣いこそが、 彼らのの強いい絆を物語っているのです。また、このようなイベントは、ファンにとっても非常に大きな意味を持っています。彼らが普段テレビやステージで見せる姿は、完璧に演じられたアイドルの顔です。しかし、こうしたプライベートな一面を垣間見ることができることで、ファンはより彼らを身近に感じ、さらに応援したいという気持ちが強まります。特に、SNS やライブ配信など、 直接的なな交流が可能な時代において、アイドルとファンとの距離感はますます縮まっています。その中で、こうした特別な瞬間が共有されることは、ファンにとって非常に貴重であり、彼らの忠誠心や愛情をさらに深める要因となるのです。岸さんがインスタライブで見せた姿は、その典型例です。初めてのインスタライブということもあり、彼は緊張しながらも、自分らしさを存分に発揮していました。 そのの無邪気で自然体な姿に、多くのファンが心を打たれました。寿司を食べながらの談笑や、リラックスした表情、時折見せる元のリアクションなどは、彼が日常生活でも同じように素直で誠実な人柄であることを感じさせるものでした。このような姿がファンの心に響き、彼の魅力が一層引き立つ瞬間となりました。